こんにちは。村雲歴史チャンネルです。聖徳太子は1万円、1000円など歴代最多の7回紙幣の顔になっています。1930年に発行された100円札、当時は金融恐慌で失業者があふれていました。混乱している経済情勢を解決する役に立つのが聖徳太子だったと推測されます。なんと1000円、5000円、1万円がすべて聖徳太子になったこともありました。戦後廃止された中で聖徳太子だけがお札の肖像画に残りました。和をもってたっとしとなす彼は平和主義者だと GHQ を説得したため残りました。1万円札の肖像画にもなった聖徳太子が実は創作された人物だったという風説が流行ったのは2011年頃のようです。一時的流行で終われば笑い話で済みますが、そうではありませんでした。教科書の表記に影響が出ました。つまり聖徳太子ではなく馬谷党を聖徳太子というカッコつきの表現に変更になったのです。聖徳太子は実在しなかった説、聖徳太子は馬谷党王であり聖徳太子という人物は存在しなかったという説が出回ります。馬谷殿王の自責と言われるもののうち官位12回と遣隋使の2つ以外は全くの虚構だと主張するものです。推古天皇の皇太子として知られる数々の業績を挙げた聖徳太子は、日本書紀編纂当時の実力者であった藤原の不人と長屋王の意向を受けて宋道治が創作した架空の存在だと主張します。しかし道治が718年に帰国してから720年に日本書紀が完成するまでに時間が短すぎることや、漢文として未熟な和集が多く16年も留学した宋のものとは思えないと疑問点が多すぎることから、現在では非実在説は影を潜めました。とはいえこういう非実在論自体は教育界隈の反応がなぜか早く教科書に影響を及ぼしました。あえて議論を呼び起こして表記を消そうと目論んだのかもしれません。長い間一般的な歴史教科書では聖徳太子、馬谷党王子という呼称が使用されてきましたが、彼の存命中にはその呼称は用いられていませんでした。この理由から例えば山川出版社の小説日本史では2002年平成14年度の検定版から馬谷党王聖徳太子に変更されました。しかしこの変更に対しては脱広告士官の行き過ぎだとして批判があります。2013年3月27日付の朝日新聞によれば、清水書院の高校日本史教科書では2014年度版から歴史研究者が指摘してきた聖徳太子虚構説が取り上げられました。すなわち従来聖徳太子として描かれてきた人物像は虚構でありフィクションであるとする説が流れました。このため一部の歴史家からは聖徳太子という呼称の人物像の虚構性が指摘され、学術的に疑問視されるようになったのです。そのため中学や高校の教科書では馬谷党王子聖徳太子については一切記述されないものが増えてしまいました。聖徳太子は何をしたのか、その実在性について神社伝承を交えて説明していきます。聖徳太子の出自。聖徳太子は美達天皇3年574年に父の陽明天皇と母の穴穂部の橋人の姫巫女の間に生まれました。奈良県飛鳥村が生誕地です。美達天皇の没後、欽明天皇の第4皇子陽明天皇が即位します。陽明天皇は蘇我稲目の孫だったことから仏教を容認しますが、587年在位2年で崩御してしまいました。蘇我対物の部の対立、定備の乱、仏教の信仰をめぐって蘇我の馬子と物の部の守屋の対立が激化します。
587年7月、蘇我馬子は軍神と諮り、物部の森や追討軍の派遣を決定しました。馬子は馬谷と王子、初瀬部の王子、武田の王子などの皇族や諸豪族の軍兵を率いて、河内の国の守谷の館へ進軍しました。大和の国から河内の国へ入った蘇我軍は、江賀川の河原で物部軍と交戦し、双方合わせての戦死者は数百に上る戦いとなりました。前線で戦っていた物部の守谷が矢で射抜かれます。総大将を失った物部軍は劣勢となり、最終的に蘇我軍が勝ちました。敗北派の物部の守谷が敗れたことにより、蘇我氏の朝廷内の地位は一層強まり、仏教の信仰が本格化しました。崇祯天皇の悲劇と女帝誕生、帝尾の乱後、蘇我の馬子は初瀬部の皇子を皇位につけ崇祯天皇としました。しかし政治の実権は馬子が持ち、これに不満な崇祯天皇は馬子と対立します。崇祯天皇5年、592年、馬子は大和の綾の駒に命じ、崇祯天皇を亡き者にします。推古天皇元年、593年、馬子は豊臣家式弥姫を擁立して皇位につけました。推古天皇、皇室史上初の女帝誕生です。馬宿の王子は皇太子となり、馬子と共に天皇を補佐しました。数多く残る聖徳太子の伝承、奈良県斑鳩地域には聖徳太子の痕跡がたくさん残っています。悪波神社と太子道、悪波神社は聖徳太子が創建したと伝わる古社です。聖徳太子が悪波屋志垣宮に滞在中に祠を作ったという伝承が残ります。そして境内には太子が腰掛けたという腰掛け石が残り、神社の前を太子道が走っているのもその存在を語るものです。この辺りの道を太子が斑鳩宮から飛鳥京へと通っていたということを太子道という名前が表しています。龍田神社と龍田大社、法隆寺建立を考えた聖徳太子が龍田大明神に会い、斑鳩の里こそが仏法交流の地である、私はその守護神となろうと言われたので、その地に法隆寺を建立したと伝わる神社です。そして龍田大社は少し遠いので、龍田神社の地に祠を建て、法隆寺の守りとしたのが始まりとされています。さて、浪速地域にも多くの聖徳太子伝承が残っています。四天王寺、593年、造立が開始された聖徳太子建立七大寺の一つです。四天王寺は蘇我馬子の奉公寺、飛鳥寺と並び、日本における本格的な仏教寺院としては最古のものです。四天王寺が推古帳にはすでに存在したことは考古学的にも確認されていますので、四天王寺は聖徳太子が関わった寺院であることは確かなようです。帝尾の乱の際、聖徳太子が仏教の加護を得ようとぬるでを切って四天王像を作ったと伝わります。笠佐木森の宮、笠佐木森の宮、通称森の宮神社は589年創建と伝わる元の四天の宇治と呼ばれる古社です。聖徳太子は物部の守谷との戦いの戦勝を祈願すると、四天王を祀る寺院を建立することを誓いました。589年、両親を祀る社である当社を浪速の森の中に建立しました。太子自らが掘った四天王を祀る元四天の宇治、現四天の宇治を創建したと伝わります。法隆寺再建論、現存法隆寺は西院伽藍と東院伽藍によって構成されています。西院伽藍とは、聖徳太子が推古9年の601年に斑鳩の地に斑鳩宮を造営した際に隣接して建てた斑鳩寺のこととされています。すなわち寺名の斑鳩寺、改まり法隆寺となったと考えられています。法隆寺資材帳によりますと、
法隆寺は607年推古15年に馬宿の王子によって創建されたと伝わります。天智8年上には時に斑鳩寺で災いと見え斑鳩寺と表記されており、翌年の天智9年上には法隆寺となっていることから、669天智8年もしくは670年頃に法隆寺と改名され、以後今日に至っていると考えられています。法隆寺西院伽藍は斑鳩寺法隆学問寺の後身として位置づけられている伽藍であると言えるでしょう。塔五重の塔と金堂が左右東西に並ぶ法隆寺式伽藍配置を有し、金堂には本尊の釈迦三尊像、薬師如来像のほかに百済観音像、玉虫の厨子などよく知られた聖徳太子ゆかりとされる仏像宝物が安置されていました。一方法隆寺の東院伽藍とは、聖徳太子と山城の大江の王が居していた斑鳩宮の跡、考古学的には東院仮想遺構と呼称されている範囲に天平時代となってから建立された上宮王院のことです。法隆寺東院縁起によりますと、法隆寺僧の行進が斑鳩宮跡が荒廃している様子を嘆き悲しみ、皇太子安倍内親王後の後見天皇に上奏したところ、皇太子安倍内親王が藤原の房先に命じて建立させたと伝わります。久世観音像を秘仏として安置してきた夢殿と通称される八角円堂の聖堂を中心に四方を回廊が巡っています。法隆寺の問題は西院伽藍と東院伽藍にとどまらず、現西院伽藍に先行する若草伽藍というもう一つの伽藍の問題を含んでいます。日本書紀末期27天智記の天智9年4月上には、670年4月30日の夜半に法隆寺に落雷があり、法隆寺の伽藍は一夜も残さずに消失したと記されており、法隆寺は670年には消失したことになっています。太子信仰を広めた親鸞、あまりにも広がった太子信仰のために確証のないおとぎ話のような寓話が作られていき、先ほどの虚偽説が生まれる原因ともなりました。9世紀頃、天台宗というお寺の宗教が強くなりました。そのため天台宗のお坊さんが四天王寺というお寺のリーダーになりました。この時天台宗が信じる終わりの考え方と四天王寺で信じられている聖徳太子に関する信仰が一緒になり、久世観音という新しい仏様が作られました。この久世観音は聖徳太子と同じだと考えられるようになったのです。浄土真宗の親鸞は聖徳太子をとても大切にしていました。親鸞が作った歌和讃540首のうち191首が太子についての歌で、太子を日本の教えを伝える人として称えています。親鸞のお師匠さんである法然は太子を特に信じていませんでしたが、親鸞は四天王寺の影響を受けていました。1201年親鸞は六角堂で100日間おこもりをして、そこで聖徳太子の夢を見て、その後に法然に会いに行ったと言われています。ただ親鸞が特に太子を信じるようになったのは晩年のことだと考えられています。1214年に親鸞は日立の国の稲田という場所に行き、太子の像をお寺に置いて念仏を広めました。鎌倉時代の終わり頃、浄土真宗で行われていた絵解きでは、聖徳太子の話に法然や親鸞が加えられていました。太子を大切にする気持ちが強い東国で、この信仰をもとに浄土真宗の教えが広がっていったと考えられています。いかがだったでしょうか。聖徳太子は実在しなかったという風説がいかに不確かなものだったかというのがよくわかりました。偉大な聖徳太子が歴史から消されないように見守っていきたいと思います。最後に聖徳太子のお墓をご紹介します。宮内庁が否定した陵墓ですから、これも聖徳太子実在を確かなものにしています。品賀の墓
永福寺北古墳、宮内庁により聖徳太子の墓に祠上されています。考古学的にも聖徳太子の墓の可能性が高い古墳として知られています。他に天皇陵4基等の古墳が築造され、品ヶ谷古墳群として認知されています。品ヶ谷では聖徳太子のほか、美達、陽明、水戸、高徳天皇陵が伝わります。聖徳太子という名前は、死去の129年後の天領聖宝3年751年に編纂された開封草が書室と言われています。715年頃の成立とされる播磨の国風土記、印南郡大国里城にある大志子神社の石の宝殿についての記述に、聖徳の王の御世、湯気の大村寺の作れる石なりとあります。また大宝令の注釈書古記738年頃には、上宮大使の死後を聖徳王としたとあります。このように馬宿の王子は没後100年前後には聖徳王、聖徳太子と呼ばれていたことが確実です。謎多き蘇我氏、藤原氏、天照や邪馬台国についてさらにご紹介していきますので、お楽しみに。日本古代史の謎を紐解き、少しでも本来の日本の姿を再現できればと思い、ご紹介しております。このチャンネルでは独自の視点から見た歴史について発信しています。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。